7月のセリーグ月間打率ランキングが大変なことに。これも中日優勝だろう。暗黒期ベイスターズってこういう傾向あったよな。得点圏以外で伸び伸び打ってそう。一歩違えば広島の位置が中日だったかもしれね。この中日ってチームは7月勝ちまくったんやろな。真面目になんで勝てないの。多分中日みたいなチームは監督の采配でかなり勝敗が変わる。落合なら同じ戦力でも5割勝ってそうだよな。電話取ってるし月間得失点差プラスなのに借金が増えている。コツンコツンじゃ勝てないことを証明してくれてる。こら優勝争いでえげつないブースとかけとるんやろな。ちゃんとポチニュース出したのに叩くのはかわいそうやろ。ご視聴いただきありがとうございます。主に中日ネタを中心に毎日投稿していますので、よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。